玉城千春さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というか紹介してもらって今日はここにいます。私はキーボードを弾きながら、歌うことに挑戦をして今学校を回ったり、してるんですけれども、その中で歌ってる曲を音ちょっと見ながら歌ってみたいと思います。本当に少ししか今日は歌わないんですけれども、皆さんゆったりとまったりと楽しんでください。命の木、これで音調節してください。音響さんよろしくお願いします。後ろまで聞こえますか？大丈夫？届きますように。ここで生きてるよ、花を咲かせながら、あなたの笑顔に会いたくてここで生きてるんだ。この曲は読谷中学校の子供一緒に作りました。読谷中学校に咲く桜の木、18年前に天国に旅立った松田拓也くんのことを偲んで作った曲です。コロナ禍の中、皆さん今日はいっぱい乗り越えて今日いっぱい来てるんですけど、みんな最高で特別で大切な命なんだよ、そしてみんなが愛の奇跡の塊なんだよっていう歌です。
まあすごく暑いですね。あのいい意味で暑いって情熱的ってことね。もうすごい、今度ゆっくりと遊びに行きたいなと思いました。皆さん最後まで楽しんでいってください。それでは未来へ歌いたいと思います。この曲は私が15歳の時に初めて作った曲です。お母さんが風邪をひいて、おほおと言ってね、痰に血が混ざっていて、あ、お母さんも死んじゃうかもしれない、重い病気かもしれないと思って、思い込みの激しい私はお母さんに最後のプレゼントということでこの曲を仕上げました。お母さんはただの風邪でした。おかげで勘違いしましたが曲が作れるようになりました。今は3人子供がいて子育て頑張りながら、子供たちの未来がもっと明るく、そして笑顔あふれる未来でありますように願いながら歌っています。今日もこのフェス感謝しながら皆さん歌いたいと思います。弾いて歌いますよ。間違えてもみんな応援してね。挑戦することの大切だよって言ってね、頑張りますのでね。ほら足元を見Thank you.